どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介しようと思うんですけど、カーボン調のねセミハードケースにこう入っている商品なんですけど、これすげえですよ。早速ちょっと開けてみようと思うんですけど、はい、こんにちは。あ、説明書が出てきました。これ一応入れ物すげえいいですよね。これファスナーでメッシュで、ここにもなんか入れられるんですけど、ちなみにここなんか、あ、何も入ってないな、はい、で、まあ取説ですね。で、ズレベシ、はい、こちらでございます。これね、出しちゃいましょうか。はい、出た。手のひらサイズのパソコンでございます。これパソコンなんです。 Windows PC、 はい、まあ一応ね、サイズ的には今ここ出しておきますけど、重さ的にも非常に軽いと。で、まあ電源ボタンがここにあります。非常に小さい。で、ここマイクロ SD で、で、USB の端子が2つ。で、裏側に行くと、USB の端子がもう1つと、もう1つと、ヘッドホン端子。で、電源用の USB-C と HDMI が付いてますね。かっこよくないですか、これ。これパソコンですよ。だからちょっとしたことやるんだったらもうこれで十分だろうっていうね。はい、で、付属品が AC アダプターが入ってきました。それと、まあこうおまけなのかな、こういうのがついてきたんですよ。これ今のかっこいいケースじゃなくて、この中にもパソコンこれ入れられるっていうことなんでしょうね。これパソコンどこでもパソコンですよ、これ。最高じゃん。でもこれもいいけど、こっちでいいんじゃないのかな。まあまあこういう入れ物もついてくると。はい、では早速ちょっとね、どんなもんなのか、このパソコン動かしてみようと思うんですけど、はい、ということで、自分これ持ち運べる液晶画面持ってますので、これにつないでどんなもんなのかっていうのをやってみようと思います。なので、電源の USB をこっから入れて、これなんかでも前後っていうのがちょっとあれですね。どっち、こっちが後ろなのかな。で、ここにまあ、HDMI を挿すと。さあ、では電源入れてみましょう。スイッチオン。お、光った、かっこいい。ファンが回ってます。ちょっとエアコンの音が入っちゃうかな。ファンの音は、まあでも、ピャーっていう感じ。小さいファンが回ってるかなっていう、そんなうるさい感じではないです。はい。さあ、出てきました。Windows っていうか、最近ね、うち Mac なんで最近の Windows 使い方が全くわかんないんですけど、まあでもなんか Windows っぽい画面出てきましたね。ああ、おーおーおー、こんな感じか。まあこんな感じで、まあ普通に Windows のパソコンであると、いった感じなんですけど、はい、Windows が英語しか入ってなかったので今日本語をインストールしてます。例えばね、これをテレビに繋いでおいてテレビ用のパソコンとして使ったりとか、あとは車に積んで車用にしたりとかね、そういった使い方もできるんじゃないかなと。はい、ちょっと今 Yahoo に来ました。スクロールも別にこうやたら遅いとかっていうわけじゃなく、全然普通に使えるんじゃないかなと。はい、 YouTube 来ました。じゃあちょっと動画見てみましょうか。今これね 4K のモニターなので 4K にしてみようか。こんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介しようと思います。フル電動自転車だ。4Kはちょっとカクカクしちゃいますね。まさに無骨。まあこういうちっちゃいパソコンで 4K 使う必要があるのかっていう話なんですけど、これ回線のせいじゃないですからね。完全にこれパソコンの性能ですからね。まあ一応スペックは出しときますけど、まあこんな感じのスペックなので、まあ高性能であるっていうものではなくて、やっぱりこのサイズで使えるっていうことがね、一番のメリットなんじゃないかなと。はい、こちら。こういったオプションが、存在しております。で、まずはこれなんですけど、はい、こんにちはって出た、これ、マウスでございます。Bluetooth のマウス。で、このマウスなんですけど、これね、ここね、クリクリがついてるじゃないですか。これカチカチがついてて、で、ここなんですよね、レーザー。つまりこれこう持つマウスなんですよ。こう、何これ、こうですよ。これは自分使ったことないの。こういうマウスあるんですね。はい、で、なんかマウスと一緒に USB のね、まあいっぱいさせるやつがついてきました。
はい、そしてもう一つこちらでございます。これが何かというとですね、これすごいですよ。ずれました。これ USB ですね。そしてこれが本体。出た出た。これ開けましょう開けましょう開けましょう。ずれました。出た、折りたたみキーボード。ちっちゃで、しかも質感もなかなか良くて、このなんていうんですか、クリック感というか、このタッチなんか普通にノートパソコンという感じなんですよね。なんかいちいちかっこよくないですか。これちょっといいわ。こんな手のひらサイズです。そして最後にもう一つオプションなんですけど、これ何かっていうとですね、デカ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 バーン出た、めっちゃちっちゃいプロジェクター。まあえらいちっちゃいパソコンとえらいちっちゃいプロジェクターを組み合わせて使うっていう、ちょっと面白い感じですよね。でこのプロジェクターこんなちっちゃいんですけど、これちゃんとこのレンズにね、こうシャッターなんてついてるんですね。まあこれ樹脂ですけどね、でもまあいいですよね。で天面がこれタッチパネルになってると。でスピーカー内蔵で、まあ電源、それから USB にヘッドホン端子、それから電源ボタンと HDMI 入力がついてます。で付属品が、まあ、取説と三脚とリモコンまでついてきました。で、ここにね、ピントのねダイヤルがついてますね。おお、来たー。はい、プロジェクター。まあ明るさはね大したもんじゃないですよ。はい、ちょっと照明消してみましょうか。まあもちろんね、照明消すとすごい綺麗に映るわけなんですけど、照明つけてても結構綺麗に映る感じですね。ちょっと照明つけますね。ほら見えるでしょ、昼間でも見えます。だからちっちゃいパソコンとこのちっちゃいプロジェクターを持ち歩けば、最悪画面なしでもパソコン使えるってことなんですよね。でこのプロジェクターは実はもうこれ単体で使用できるプロジェクターになってて、まあ YouTube とか Netflix 出てると思うんですけど、まあリモコンでね操作ができるわけですよ。でまあ Google Play からまあ Android のねアプリをダウンロードして使えると。で、ちなみにこういう風にアプリが入っていますので、もともとある程度ね、これで Wi-Fi つなげてあげれば、まあ単体で使うこともできますよといったものですね。ではちょっと戻りまして、今回ちょっとパソコンにつないでますので HDMI を選択する。持ち運べるプロジェクターで、でこれ今スクリーンはちっちゃいスクリーンね、こういうの安く売ってるんで、まあこういうの買えば持ってってプロジェクションできる。でこれね、話せば話すほどもちろんね、もっと大きくこう表示できるんで、もっと大きくても全然いける明るさあると思います。はい、どうでしょう。さあ今ちょっとトップページにうちの動画が出てますね。じゃあそれ再生してみましょう。まあこんな感じで動画をプロジェクターでね出してもいいと思うんですけど、電動自転車ではなく電動アシスト自転車。音結構いいんですよこれ、低い音は出ないんですけど。式のアシスト自転車ですね。いやーいいっすね、このパソコンとこのプロジェクターの組み合わせいいっすね。はい、まあまあまあそんな感じで使うことができますよとこういったものですね。さあいかがでしたでしょうか。このちっちゃいちっちゃいパソコンと、このちっちゃいプロジェクター、そしてちっちゃいキーボードに変わったまあマウスね。あのパソコンでサブ機が欲しいっていう方はもちろんなんですけど、まあまあプロジェクターはちょっとお遊び的要素だったり、こう レジャーというかね、楽しみ要素っていうのがあると思うんですけど、まあ何しろねこのちっちゃいパソコンですよね、この大きさで普通に Windows 機ですよ。だからまあサブ機というよりはなんか据え置き型のテレビだったりモニターだったり、こういったプロジェクターとかにつなげて使う用のパソコンとしてどっかの部屋に置いとくとかね、持ち運び専用にするとかね、まあそんな感じでちょっと珍しい、パソコン今回は紹介してみました。なんかこういうのワクワクしますよね。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあいね。